風呂入れよ豚。もう一回、もう一回だけいいですか。次はムチも使って。風呂入れよ豚。最高。最強のド M、 面倒くさがりが過ぎたド M 男をギャルがド S 化して調教したらモンスターが爆誕してしまった件。よっしゃー、今日も学校のために生徒会活動頑張ろう。会長は少し休んだらどうですか。テスト勉強もあるじゃないですか。何言ってんの。学校のことをやるのは生徒のため、でつまりマブダチのためっしょ。みんなが快適で楽しい学校になるためには生徒会長のうちが頑張らないと意味ないじゃん。そういうところ意外と真面目ですよね。僕の名前は田中康介、生徒会の庶務をやっています。そしてこの燃えているのが三上咲。ギャルすぎな見た目ですが、こう見えて生徒会の会長です。ほら、退学になりたくないんだったら早く来な、この豚が。もういいよ、めんどくさいって。めんどくさがってる場合じゃないでしょ。ノルマだね、さっさとしな。だっ、な、何。最強の怠け者。会長、実はあなたにお願いがあってきたの。話を聞いてくれる。もち、マブダチの頼みなら何でも聞くから言って。私の名前は面倒見だけ涼子。隣にいるこのデブ、生草後での幼馴染なんだけど、こいつを毎日学校に来させてほしいの。学校には一応来てるじゃないですか。セグウェイですけど。そうだけどさ、まずはあんたから説明しな。僕から。甘えるんじゃないよ。だは、僕は見ての通り面倒くさがりで、小さい頃から食べて寝てを繰り返してたんだよね。それで中学までは卒業できたけど、高校は単位とか出席日数もあるし、受験もあるしさ、このままじゃ退学になっちゃうんだって。ああ、もうダメ、頼むのめんどくさい。涼子、あとよろしく。まったく、会長、もう私が何しようがこいつは動かないから、なんとかこいつが学校に来れるようにしてあげて。このまま退学なんてしたらろくでもない大人になるから救ってほしいの。っていうか、もう人間としてダメだから根本から叩き直してやって。ほら、あんたも土下座しな。頼むよ。会長、どうします。まあこのままじゃ周りにも迷惑になっちゃうし、退学にさせるのもかわいそうだし、やるしかないっしょ。ありがとう。じゃあこのムチで叩かないと起きないから、ビシッとやってやって。マジ、思いっきりでいいから、ほら。えい。ドSなギャルの生活習慣改善。じゃあまずはさすがに匂うし、お風呂入ろっか。面倒だよ。ちなみにいつから入ってないんですか。一応シャワーは週に1回浴びてるけど。マジ、よく耐えられんね。今のいい。は、な、何が。だから、その僕を蔑む感じ、なんか気持ちよかった。臭そうにしながら風呂入れよ豚って言ってみて。なんだよ、普通に入ればいいじゃん。それじゃあ入る気になれないんだよ。私からも頼むよ。会長、お願いします。マジ、はあ、マジか。風呂入れよ豚。もう一回、もう一回だけいいですか。次はムチも使って。風呂入れよ豚。最高。すごい、これ効果ありますよ。会長が女王様の資質があったなんて、この調子ならこいつを構成できる。こんなに機敏に動けたのは初めてだ。会長の命令ならなんか聞きたくなるかもしれないぞ。じゃあさっさとテスト勉強しちゃおうよ。うちだって恥ずかしいんだからさ。ちゃんと蔑んだ感じでお願いします。僕のことはデフォルトで豚野郎でいいからさ。
勉強しないとか終わってんね。ちょっとくらいは勉強したら？たはっ、いい。こうして僕たちは少しずつ生草くんを動かす方法を知り、勉強も教えることにした。それじゃあテスト範囲の絶対出る場所から抑えましょう。基礎を抑えるだけで赤点は免れるはずですから。会長、お願いします。ほら、勉強しろ豚野郎。どいー、頑張ります会長。じゃあ公式を覚えてくださいよ。ねえ、僕会長とマンツーマンでやった方ができると思うんだけど。それは無理っしょ。うち勉強も教えてド S もやるとか不可能じゃん。まあそうですね。生草くんも自分のためにいろいろ頑張ってもらってるんですから、もうちょっとやる気を見せてくださいよ。それは長様の腕次第というか、もっとこう刺激があればさ。でも毎回同じパターンだと飽きるっていうか、例えばろうそく垂らすとか、蹴飛ばしてもらうとかもいいかもな。マジで言ってんの？っていうかこんなのあり？もう長引いても面倒だし、やっちゃってくれ。僕も勉強教えるの疲れたんでお願いします。なあ、もうさっきから何の時間なんだし。ねえ田中、この係田中がやってよ。なんかキモい。無理ですよ、僕 S じゃないですもん。うちだって S じゃないし、これ効果あんの？ありますよ、ぜひお願いします。さっさと勉強しろよ豚野郎。公式全部覚えました。効果あんのかい。こうして会長によるド S レッスンによって、生草くんは劇的に勉強し、テストも合格点を叩き出した。生草、お前元は賢いんだから面倒くさがらずちゃんと学校に来い。とりあえず退学は免除するから、これからも学校に来るように。はーい。生草っちよかったじゃん、これで退学免除なんでしょ。もうこれで僕たちも自分たちのことができますよ。これからは一人で学校にも来て、生活習慣も気をつけてくださいね。嫌だ、僕はまだ学校にも行けない。は？今まで散々お風呂にも入れるようにしたし、規則正しい生活もできるようになって、学校にも来れるようになったじゃん。もううちらがすることないっしょ。このまま続けるだけなんだからさ、もうできるっしょ。無理だ、僕はド M だから誰かに調教してもらわないと何もできない体なんだ。会長がこれからも僕を調教してくれないと投稿なんてできない。はあ？いいのかい、僕はこのままだとまた学校に来なくなって退学しちゃうよ。そうなったら会長としても困るんじゃないの？ちょっと生草くん、それはひどくないですか？うるさい、勝手に君らが始めたんだろう。やるなら最後まで面倒見てくれよ。ほら会長、このボンテージを着てみてよ。それにもっと本物のムチも用意したんだ。僕を探すんで、ほら、ほんとのろしってよ。困るって。注文の多いド M。ほら会長、僕を前みたいに罵ってよ。僕は豚野郎じゃ収まらない豚野郎なんだ。ほら、もっと僕をいじめて僕を罵って。生草くん、いい加減にしてください、やりすぎです。何が、僕はご主人様にお願いしてるだけだよ。ご主人様はこっちだよ。何か言うならご主人様に言えば。何を言っているんですか。もうあなたはド M でも何でもない。なぜなら会長が嫌がっているのも気づかず、会長に命令しているじゃないですか。なに田中、どこの世界にご主人様に命令するド M がいるんです。本当に M なら無視されるのもまた興奮されるはずですし、ましてや自分からご主人様に強要なんてするはずがない。つまりあなたはド M でも何でもない。 M は M でも迷惑の M です。とはちょ、田中、生草っちも何言ってんの？
いいですか？あなたがやっているのは M という皮をかぶった要求であり、それは真の M じゃない。本当の M なら要求なんかせず、ただご主人様の一挙手一投足に興奮を覚えるんです。田中君の言う通りだ。俺はいつの間に M じゃなくなっていたというのか。ついご主人様のド S さを求めて要求していたが、それじゃ意味がなかった。俺はド M としたことが失格だ。おい生臭っち大丈夫？会長、どうか僕をなじってください。お願いします。僕は会長の状況がないと学校に行けないんです。だからもう無理だって。うちそういうの趣味じゃないから。だがやってほしいのにやってくれないジラシプレイ、これぞド S、 最高です。ご主人様、マジ意味わかんないんだけど、うちもう行くよ。待って、僕を豚野郎と罵って、ムチで叩いて。だから無理だって言ってんじゃん。ダハーン、田中が変なこと言うから壊れちゃったじゃん。彼はもう一人で自己完結するようになったんで、これでいいんです。会長は気にしないでください。行きましょう。こうして生草くんは自己解釈で勝手にド M の世界にはまり込み、新たなモンスターは生まれたものの、毎日学校には来れるようになったのでした。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後旅ろうぜ。いや会長、この後生徒会ありますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。